まず亀梨君にお聞きしたいんですけど、はい、今回の田中君の契約解除について今の率直な感想を聞かせてください。すごく僕自身はやはり悔しい思いというのはありますね、うん、やはりその、まあ、最初に一人抜けて5人でこれからやっていくんだっていう思いの中でずっとやってきたので、それが、ね、叶わないっていうことはすごく僕は悔しいです、うん、はい、その契約解除になるにあたって、はい、こうメンバー内そして事務所の人間と話し合いっていうのは何回もされてきたんですか？メンバーとしてはもちろんライブを作るにあたったりそのシングルに出すにあたったりで、はい、そのことあるごとにいろいろな話し合いをしてきましたし、うん、まあ、田中の件に関しては事務所からそういう注意があった時には、うん、やはりメンバー集まってこういう風にしていった方がいいんじゃないかと、うん、で僕らはこういうふうに思ってるよという話というのは何回かこう重ねてはきましたけれど、まあ、今回こういった形になってしまったのでもっとなんか、うん、できたことがもしかしたらあったのかなっていうその後悔は正直自分の中にありますね。今の話だと田中君にこう亀梨君がこうした方がいいんじゃないかということも話し合っている、はい、もちろん話し合ってきました、はい、その時の田中君はどういったリアクションでしたか？もちろんその時その時分かっていると反省してるしという言葉を僕らももらっていましたし、うん、本人もねもちろんちゃんと反省してやってきたとは思うんですけれど、まあ、なかなか、うん、改善できなかった部分もあったからこういう結果になってしまったのかなというふうに、まあ、僕らがねその本当にプライベートまでずっと一緒に生活してるわけではないので、はい、でも10年もやってるのでね、事細かにはこうだああだっていう関係でもないというか、ある程度も信頼関係のもとやってるので、うん、はい、田中君はやっぱりなんか違うことをやりたくなってきたみたいな印象を亀梨君は受けましたか？いや、もともといろんなことに興味がある性格ではあるんですけど、ちょっとなんかジャニーズの中でも異質な感じはすごいありましたよね、うん、田中君は、ね、ですけどそのことグループにおいて活動するときに、うん、やはりその同じマインドで同じ方向を向いて、うん、歩めてきたとは思っていますし、うん、やりながらそのグループ活動している間においこうきっていうそのこと仕事において、はい、この時間を共有している時には全くなかったので、うん、そうか、カトゥーンの活動中は全然それは感じなかった。活動の一員として田中君も頑張っていた、ね、やはりその活動をしている時間というのはカトゥーンをやはり最優先に考えてみんな一緒にやってきたと思ってます、うん、はい、これ実際こう新聞などでねこう度重なるルール違反っていうのが出てるじゃないですか、はい、なんか憶測を呼んでしまうんですよね。これって度重なるルール違反って何なんだよって、こう新聞とかスポーツ紙とか読んで不思議に思ってる人とか何だろうって思ってる人いると思うんですよね。その辺に関しては亀梨君答えたりします？詳しいことっていうのは僕らメンバーにもすごくこと細かくに説明されているというわけではないので、やはりその事務所と田中自身がやはり話していることもたくさんあるので、こういうことですとは僕ら自身もはっきりとはね言えないところは本当に申し訳ないんですが、まあでも報道されているようにやはりその事務所のルールというものがあって、まあ僕たちの目から見てもちょっとそれはやりすぎなんじゃないかなというところはあったのは正直ありましたね。それはどういったものだ、やりすぎだって今言ったのはどういったものだってことは言えたりします？把握している限りではやはり報道にあるようにお店だったりとかそういうことは再三僕らも注意はしてきたんですけど、はい、ジャニーズとか事務所のルールとしてそれはもう昔からっていうか決まってることなんですよね。だからそのお店を勝手にやったり副業をやったりするのはダメだということは。そうですね、うん、やはりその契約する段階でいろいろなねそういうことはしっかり契約して僕らも仕事させてもらってるので、うん、はい、まあ亀梨君も今辛い状況だと思いますけど、今後はこれ勝手に4人で行くということですよね、うん、そうですね、もう本当にもうとにかくやるしかないという思いと、うん、まあ、僕ら何人になろうというか、うん、これ以上ね、うん、こういうことはもう絶対起きないようにしなきゃいけないと思いますし、うん、やはりカトゥーンとしてスタートしたので何としてもこのカトゥーンというグループは守っていきたいと思いますし、うん、応援してくださるファンの方たちも、ね、たくさんいるので、やはりその方たちの思いというものもしっかりと受け止めて、うん、いい方向に、ね、持っていかなきゃいけないという責任も感じていますし、うん、まあ、まあ今回こういうふうにお話しさせていただける時間を作ってもらって、何をおっしゃいます、本当にありがたいことなので、まあ、そういった思いというのはすごく強いですし、あとは、まあ、おせっかいかもしれないですけど、まあ、十何年、ね、一緒にやってきたメンバーなんで、まあ、今、まあ、僕ら自身もそうですけど後期が一番、まあ、自業自得ではあると思うんですけど、すごいしんどい状況にあると思うので、どうかこう温かく見守っていてほしいなと。